なんといっても人とあんまり被ることがない。こんにちは、山本です。ケンチです。今回なんですけども、山本くんが今所有しているこちらの3つのとても癖が強いストーブが3種類ありますのでこちらの方を紹介していきたいと思います。でまずこの一番左にあるのがなんていうストーブになるんですか？これがね、アラジンのブルーフレームストーブってなるんだけど、うんうん、まあ、特徴としてはなんといってもここに映し出される青いね、うん、炎の輪っかができるんだけど、それがブルーフレームっていう、うんうん、まあ、意味なんだけど、この下に書いてあるやつかな、下の説明書みたいな。そうそうそう、これね、これだ、うん、こんな感じのブルーフレーム。そう、このね、青い炎の綺麗さでね、すごい落ち着くんですよ。ここの窓からそのブルーフレームを楽しむことができる。そうそうそう、うん、っていう特徴がある、うん。でまあ、これ大体燃焼時間としては、うん、まあ、15時間ぐらい持つかな、うん、燃料は灯油、うん、灯油だね。あと特徴としては、そうだ、ね、耐震装置がついてるのかな。そうそうそう、これね、ここの耐震装置がついてて、うん、この振り子がね倒れることによって、まあ、その自動で消火してくれる、うんうん、だからまあこの耐震消火装置っていうのがついてるから、まあ屋内で使うにもまあ安全だし、うんうん、そういうメリットがあるよね。まあ、かなりアナログなものだけど、あれがポリプルって動いて、そうそうそう、振り子がね、で中の燃えてる芯がガチャンって落ちて消火されるようなシステムになってる。アラジンストーブのデメリットを挙げるとしたら何があるのかな。これやっぱりまあまあ重たいね、8-9キロぐらいあるのかな。だから結構持つには重たいのと、うん、まあ、このベースがまあまあ広いから、うん、まあ、車に、まあ、オートキャンプ行くと思うんだけど、うん、オートキャンプとかでしかやっぱストーブは持っていけないけど、車に積載するときとかにちょっとかさばっちゃうかなっていうのがあるね。なるほどね、うん、まあ、あとは古いモデルだからその手間っていうのかな、交換したりするっていうのも、それを楽しめるような人じゃないとダメ。メリットとしてはそのブルーフレームを見れるっていう、まあ、その炎の美しさを楽しむとか、ね、あとはこのフォルムだよね、うん、このクラシカルな見た目を楽しむことができる人たちにしてはおすすめ、うん、それを購入したきっかけっていうのは何になるのかな。この3つの中ではポピュラーなモデルだと思うんだけど、うんうん、まあその中でも俺はあの某オークションサイトでこれジャンク品として買ったんだよね。ヤホー？ヤホーですヤホーで買わせてもらって、その時にね中の芯が、まあ僕ジャンクで買ったから安く買ったんだけど、うんうん、ちょっとじゃあ見せてもらってもいいですか。うん、その中の芯だね。そうそう、この芯がね、まあ、今もちょっとこれだいぶ汚れてるんだけど、この芯が固着しちゃっててもう全然外れなかったのを、まあ、頑張って取って、うん、新しい芯を変えて、で今もう使えるようになったんだけど、芯をね取り替えさえすれば、これもう昔のモデルなんだけど、うん、長く使えるっていう点もあるね。うんうん、なるほど。まあ今風なものじゃないけど大事にメンテナンスして使えばずっと使えるモデル。そうそうそう、まあ、今の現行のモデルとかはもうあるんだけどね、俺はこれをもうずっと使ってますね。なるほど。まあ一番の魅力としては人と被らないとか、この古さはもうそんなに被ることはないかなってのあるけど、うん、気に入ってるポイントとしてはこのフォルム、そうだね、現行にはないような、なんだろう、ちょっとクラシカルな味が出てて、そうだね、まあ、そういうの好きだもんね、うんうん、直人くんが。そうそうそう、ありがとうございます。で次、うん、こっちの真ん中のストーブはなんていう名前なんですか。これがねパーフェクションストーブ。パーフェクションストーブ、なんといっても人とあんまり被ることがないっていうところがあって、うん、このパーフェクションのストーブの中にもいろいろモデルがあるんだけど、うん、結構もっと有名どころでいうと、ここにガラスのホヤがこうついててちゃんと炎を見れるモデルがあるんだけど、うん、これはもうそれすらもないっていうなるほど。そうそう、ちょっと珍しいモデルなんだけど、うん、まあ、これ燃焼時間としてはアラジンの半分ぐらいかな、7時間8時間ぐらいしか持たないんだけど、アラジンよりは高火力、うん、なところもあってあったかいんですけども、まあ、一番は見た目。そうだね、見た目のこの武骨さと人との被らなさでも購入決めたところがあって、もともとパーフェクションストーブちょっと気になっていたんだけど、うんうん、たまたまあの東京のみの市行った時に、うん、あの巡り合ってしまって、うん、
おこれだと思って、でもそのまま即購入して東京から持って帰るまあどっちも普通に生活してる分だと見慣れないストーブだと思うんだけど、うん、こっちのアラジンストーブはそのキャンプをやる人とかだとかなりポピュラーなストーブになってるのかな、うんうん、まあパッと見これ被らないじゃんっていうふうに思うけど、それでもやっぱり人気だから人と被りやすいっていうのがあるから、うん そ, ね、でその中でさらにこっちのパーフェクトヒューマンだっけパーフェクトヒューマン違うパーフェクションストーブね、こっちのパーフェクションストーブだったらより被りづらくて、でさらにそのパーフェクションストーブの中でも珍しいモデル、そうだね、で東京のみの市で見つけて購入した、うん、で燃料はこれも灯油、うんうん、でこっちはねこのアラジンと違ってちょっと耐震消火の装置がないから屋内で使うとかはまあ気をつけた方がいいかなっていうところですね、うん、まあ、幕内で使うんだとしたら、まあ、あんまり下にラグを敷いたりするようなところっていうよりも、うん、まあ、外で暖を取る、そうだね、うんうん、そんな感じかな。なるほど、その使い方としてはどんな感じなのかな、うん、これもね、アラジンと一緒でこの、開けてもらって、うん、これもねシンプルな構造で、うん、この芯を引き上げてもらってここにトーチとかで火つけてもらう感じで使うんですね、うん、そうそう、このシンプルなんだよね、うんうん、じゃあそれも中の布っていうのかな、芯を交換してそいつに灯油が染み込んでて燃焼して温まる、そう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 、うん、でこれもねその芯を交換さえすれば長く使えるシリーズだね。ありがとうございます。はい、このパーフェクションストーブの場合は、うん、まあ、メリットとしてはそのとにかく人と被らない、うんうん、で、まあ、アラジンストーブに比べると少し高火力、うん、でデメリットとしてはその代わりに少し燃費が悪くなってくるっていうのと、あとアラジンストーブにあった耐震の装置とかがないから、うん、ちょっと室内で使うのは危険かなっていうかな、うんうん、であとはまあ同じで少し大きいから持ち運びをするんだとしたら、まあ、同じように、まあ、どれもそうだと思うんだけど、うん、車じゃないと難しい。そうだね、うん、ありがとうございます、はい、で最後、うん、これもうなんかひときわ様子がおかしいと思うんですけどそうだね、これ結構、うん、見たことない人も多いんじゃないかなっていうんだけど、名前はなんていうバーナーになるんですか、うん、これね、オムニバーナーっていう、これはねこっちと違ってストーブじゃなくてバーナーになるんだけど、うん、これの特徴としてはこっちは対流式の、うんうん、まあ、芯に火をつけて柔らかく温める感じなんだけど、こっちはもうバーナーなんでポンピングして加圧して中の灯油を、うん、これも灯油なんだけど灯油中に圧をかけて、まあ、気化させていく加圧式のバーナーなんだよね。でこっちの特徴も本当に高火力、うん、むちゃくちゃあったかいんだよねこれ、うんうん、そうだよね、なんかもう装置が丸出しっていうか下のタンクが何だろう、プロパンガスが入ってるような質感の鉄の入れ物に入ってて、その中に灯油が入ってるのかな、燃料は。そうだね、うん、でこの前ね岩手の方にキャンプ行った時も、うんうん、あの時結構大きなシェルターを出したんだけど、それでもねだいぶ幕内温めてくれてだいぶ高火力なんだよね。うん、そうだね、うん、このオムニバーナーっていうのは韓国製なんだよねこれ。そうそうそう、うん、もうオムニってもうお母さんだからね、うん、屋台で使われてるんだっけ。そう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 、韓国って結構屋台文化があって、うん、まあ、そういう屋台とかでのその調理にそう適したバーナーで、これ今上ヒーターがついてるんだけど、うん、外してもらうと、うん、ヒーター外してもらうと、もうここにちょっと汚れてるけど五徳がついてて、うんうん、もうまあ、調理するために本来は生まれてきたようなもの で、うんうん、でさらにそのヒーターアタッチメントみたいのをつけると、そう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 、これがまさに、まあ、ヒーターに早変わりするような優れものですね。こっちの今先ほど紹介したアラジンとかパーフェクションストーブだと、上に調理っていうよりはお湯を沸かしたりだとか、まあ煮込みをこうゆっくり作るとかそういうことはできるけど、調理するってなるとやっぱりこっちのお母さんが一番、うん、一番だね。そうだね、こっちの2つは全然料理をできないかって言ったらギリギリできるんだろうけど、うん、火力の調整とかっていうのがすごく難しいから、うん、結構とろ火に近い、そうだね、と思うんだけど、こっちのオムニバーナー本当にドラム缶の
お湯もワンチャン沸かせられるぐらいの火力が出るから、まあ、そのぐらいの火力だから、もちろんそのとろ火まで行くんだとしたら、まあこの上でやればできると思うんだけど、がっつりでかい鍋でじゃあ炊き出しやろうぜとかっていうのも、そのヒーターアタッチメント外した状態だったら問題なくできる、できちゃうんだよね、うん、でそっち料理作ったら、うん、そいつを乗っけて暖を取りながら上で保温しながら食べるっていう使い方ができる。そうそうそう、うん、いいとこあげるとすごく良さそうだけど、まあ、デメリットもやっぱあるんだよね。うん、結構あって、まずやっぱ重たいっていうところがあるかな。そうだね、うん、これだけでも10キロあって、うん、で中に5キロ、うん、5リットル灯油が入るんだけど、灯油満パンまで言うと相当重たくなるね。そうだよね、本体だけで10キロで、そうそう、灯油入れたらじゃあ15キロ近く、そうだね、なっちゃうし、うん、なんだろう、結構ね出っ張りがねあるんですよこれ、うん、だからね意外と本体だけだとちっちゃく見えるんだけど、車に積載するってなるとね、もうこいつこいつねなるほど、そうそうそう、結構積載だもんね。そう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 、まあ、それプラスプレヒートが必要なものだから、うんうん、このジェネレーターね、うん、ここをねバーナーで温めてもらって、これプレヒートが必要だから、この棒をガンガン温めて、でその気化するのを助けてあげるのかな。そうそうだね、うん、2分ぐらいガスバーナーで温めないといけないから、うん、それも結構手間だよね。そう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 、うん、で一回ついちゃえばまあいいのかなとはいうとこもあると思うんだけど、うん、そうそうそう、まあそういうちょっと着火するのに面倒な点はあるんだけど、そういうちょっとプレヒートとか面倒なことも楽しめる人がやっぱおすすめですね。うん、まあ、ちょっとデメリットをまとめると、重たいっていうのと、うん、積載がかさばるっていうのと、う、ね、で火をつけるのが、まあ、ちょっとコツがいる、うん、うん、で慣れちゃえばまあ全然そんなことはないなって、いろいろ遊ばせてもらってそう感じたんだけど、であとなんかあの火を弱めたりする時間が長かったりすると、うん、じゃあちょっと温めようって高火力にしたけど、なんか全然圧力が上がんなくて、うん、高火力にならないこともあったりするから、そうそうそう、結構機嫌を取るのが難しい、ね、確かに確かに、そうそう、そういう時はまたもう一回バラしたり、最初からポンピングからやるとかっていう風にやれば問題なく動くんだけど、うん、まあ、そういうのもあるかなと思 思うね。でもね、やっぱこの見た目のかっこよさとね、うん、火力はねもう大好き、うん、火力はねとにかく料理もしたくて、で暖も取りたい、暖を取るんだとしてもこの中でもう本当に圧倒的火力があるから、ね、うん、これは本当におすすめです、うん、はい、ということでちょっと癖の強いストーブをいろいろ3つ今回ご紹介させていただいたんですけれども、うん、気になるお値段としましては、うん、こちらのアラジンストーブはいくらぐらいで江本くん購入したんですか。これね、俺、まあ、某オークションサイトで、まあ俺ジャンク品として買ったからもう1万円しないで買ったんだけど、うん、これ今現ここで買うといくらなのかちょっと調べてみようか、うん、高っ、これ今5万近く現行で買うとなるみたいですね。48,700円って今出てますね。なるほど、このぐらいのモデルだとどのぐらい、このぐらいのモデルがオークションで買うと多分 1,2万ぐらいで買えるんじゃないかなと思うけど、古さだとね。そっか、その場のその時の相場で変わってくるけど、まあ、現行モデルだと 4,5万。そうだね、結構するね、うん、で真ん中のパーフェクションストーブはこれもね、また飲みの市で買ったからまた正確な値段じゃないんだけど、俺は8000円ぐらいで。あ、そうなんだ、結構、うん、まあその金額を聞いた後だからちょっと安く感じるけど8000円ぐらいなんだね。そうだね、そのガラスにあのホヤがついてる人気なやつだとまあ 2,3万ぐらい、うんうん、であの調べたらこっちの方が全然人気がなかったからそれより安く買えるかなっていう感じだね、うんうんうん、このガラスなしバージョンのこっちのシリーズは、うんうん、で大体いくらぐらい、まあ、1万前後前後ぐらいで、で大体同じぐらいの金額で買える。そうだね、うん、で最後、うん、このオムニバーナーはいくらぐらいで購入できるの。これがね、これちょっと和歌山のアウトドアショップのサイト層をされてるんだけど、うん、普通のオムニバーナーで買うとこのバーナー自体のところが 29,800円、うん、にオプションとして、これオプションなんだけど、うんうん、オプションのこのヒーター部分が 14,000円だから結構するね。
そうそう、ちょっとね、値段、この購入金額でいうとこれちょっとするんだけど、うん、それに見合った価値はあるなと俺は思ってるけど、うん、これまあそのさっき言った再塗装されてるからちょっとまたもうちょい値段が上がる感じかな、うん、他にもこんなストーブがあるよとかっていうコメントもお待ちしておりますので、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました、はい。